どうも、ビオスチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、やってまいりました。はい、今回ですね、何でしょう。田舎に帰省しちゃった時になんかさ、すごい LINE で写真ばっか送ってきたじゃん。めちゃくちゃレアなウイスキーたくさん買ってきました。いろんな蒸留所、蒸留所、いろんな酒屋さん、酒屋さんもあって仲良くなって、うん、で、今回僕が関東に行った時に、はい、買いたくて飲みたくて、はい、出会えなかったウイスキー、はい、1本だけ見つけてきました。1本だけ、本当に売ってなかった。1本しか売ってなかった。あ、じゃあ今回いろいろ買った中で、うん、一番嬉しかった。一番嬉しい、飛んだレジの店員さんとも絡んだということで、今回買ってきたウイスキーはこちらです。ベン・ネビスでございます。ほう、これもう分かるでしょ。分かります。あれですよね。あれですよ。日課セッションの余市ミヤニ教ベンネビスの、はい、おそらくベンネビス。これもう終売してるからね。そうなんですね。僕言った酒屋さんに言われたのは、これもう終売だからね。で、前東京の酒屋さんに言われたんだよ。はいはい、で、それでもう入ってこないのって言ったら、もう入ってこねえって言われて、もう諦めかけだったら、うん、秋田で見つけてまず飛んだ。え、ちなみにいくらだったんですか。4400円。税込み。もう定価じゃないですか。4000円。ああ、よかったよかったと思って。やっぱり田舎いいね。本当だよ、これ。本当飲めんとか見なかったもんね。シングルモルトで4000円で、しかもほら、ここのベンネビス蒸留所って、はい、ポートウィリアムとか、はい、それこそほらロングジョン。もう懐かしすぎて覚えてないよ。モルワンのかもう何ていうの、根っこのウイスキーなわけよ。じゃあそれではベンネビス10年開栓したいと思います。しっかりしてますね。素晴らしいですね。はい、ということで、はい、ベンネビス注ぎました。はい、あ、じゃあ、まあ、香りから、はい、僕念願のベンネビスだ。ちなみに前情報とかは、前情報バニラっぽいらしいよ、蜂蜜とかそれだけかスムースでバランスの取れた、華やかさの中に塩とスパイシー。あのですね、うん、香りがですね、うん、あのよく嗅いだことあるような香りなんですよ、これ。なんかそうだね、なんかポートウィリアムみたいな多分分かる人は、あ、分かる分かるって言ってるよ。軽めのね。軽めの、うん、じゃあちょっといただきます、はい、でもちょっと塩感じません、うん、嗅いでるもんね、塩感。あと洋梨とかね。あ、しょっぱいね。余韻すごくない？うん、いい、すげえ濃厚な蜂蜜みたいな。うん、うん、わかる。濃厚な蜂蜜の長さ、バニラ入ってるからね。うん。ねとっと。ものすごく甘いね。うん。何これ。ただね、ちょっとね、フォートウィリアムいるな。でも、上位互換というか、ケミカル感もないですし、うん、すごい華やかですね。匂いはね、これグラスがいいのがあれだけど、アルコールの感じしないね。これ好きかも。で、この塩味もちょうどよくないですか。塩味もちょうどいいし、うん、微妙な、このアルコールのヒッとした感じ。わかる。それもね、いい。嫌じゃない。渋さが。渋さとそのヒリッとした感じが、いい感じで残ってくれる。舌先に残るやつだね、うんうん。これいいね。余韻がね、結構、とろーっと入ってくるんですよ。蜂蜜バニラー。2023年で一番好きかも。今年年明けてから1本目のウイスキーで。ちょっとロックいってみよう。はい。はい。はい。ってことで、じゃあロック、氷入れてみました、はい。どんな味わいになるのか、検証してみます。はい。あ、タルコンが効いてきたな。なんか、日課っぽいな。あ、そう。このちょっとブドウっぽい感じしません？ブドウ？僕ビールっぽさ感じる。ビール、それなんか発泡酒系って言えばいいのかな。中盤じゃない、うん、余韻がブドウっぽいんですよ。余韻がちょっとなんか苦さ感じるんですよ、その ビールっぽい。それは多分その中盤ですよね、うん、余韻がね、よくわからん余韻すごい。なんかマスカットとか。マスカットね。うん、あ、ブドウ、まあ、マスカットって言えばそうかもしれない、うん、なんかそっち寄りの、うん、ちょっと華やかな、華やかで酸味っていうか軽い感じするんだよね、うん、ああ、ちょっとスパイシーさ出ましたね。出た。
このぐらいのスパイシーなら全然大丈夫ですね。緩いな、このスパイシー。僕はね。僕はちょうどいいです。やっぱフォートウィリアムグレーピリッと感じる。これ違う意味ででしょ、多分。いやー、これうまいな。面白い。さっきちょっとビールっぽいって言ったじゃん。うん、これ、エールビールの酵母を使用した伝統的なスコッチウイスキー製法。やっぱ酵母がビールの酵母。ビールの酵母になると、やっぱその、なんか違うのかな。香ばしさとか、あの、ホップな感じが出るとか。ホップ関係ねえだろ。ホップ関係ねえだろ。ビールだね。はい、ということで、はい、ハイボール、いきたいと思います。ユーマですね。ポロッとしてますね。ポロッとしてる。あれ、モンチルなの？違うよな。なんかすげえ濁ったね。うん、なんかとろみも出ましたしね。うん、はい、ちょっと飲んでみよう。はい、塩きましたね、うん、あ、でも甘みはしっかり残ってるんで、香りすげえ花じゃん、うん、フローラルというかね、フルーティーというか、いや、うまい、うまい、これはもう間違いなくうまいです。はい、ということでやってまいりました。はい、ビシュランでございます。やるんですか。やりますよ。私がやると言ったらやるんです。はい、そうですか。ということで、はい、今回のビシュラン的評価、はい、まず価格と味とびっくり度、はい、この3つ、はい、半分なし、繰り上げが繰り下げ。さあ、それではいきます。ベンネビス10年、はい、ビシュラン的評価、ドゥル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 ン、せーの、1。あ、珍しい、あなた2ついく。うん、これは俺は値段考えたらですよ。まあ4400円のシングルモルトが、うん、新入りだな。買えたとすれば、うん、ですけども、うん、4000円だったらすごく美味しいと思いますね。分かった。星2つでございます。俺だな。今回はやっぱりね、ベンネビスです。それ忖度だよ。でもちゃんと味と価格で言ったら確かに、はいはいはい、びっくり度はそんななかったけど、やっぱ、うん、無難に来たなっていう星2つだったね。意外とこの塩味がですね、うん、多分そのキャンベルタウンとか好きな方とか、あ、なるほど、4000で買えるってなったらすごいいいんじゃないかなと。本当にいいとこ行ってんだよね、うん、あ、嫌いじゃない。これはちょうどいい、美味しい美味しいでした。はい、はい、ということで、この動画が面白いと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Bye.